今夜は一足早い夏の嵐が巻き起こる。人気声優によるアフレコの裏側マルチトーク、アニツレプレゼンツアニソンプラス。こんばんは、芸歴17年の21歳入野美優です。今日で僕のナレーションはひとまず最後、気合い入れていくぜ。この番組アニソンプラスはテレビ東京公式アニメモバイルサイトアニテレモバイルプラスと完全連動しています。ウィウィのこの曲も配信していますのでチェックですよ。そして今夜はこの大人気アニメを大特集。いっぱいかけて、ゲストはこの3人。アニソンプラスをご覧の皆さん、こんばんは、白石涼子です。こんばんは、三瓶優子です。こんばんは、名塚香織です。あ、そして飯野美優です。あ、こんにちは、よろしくお願いします。素敵なお姉さま方3人を迎え、今夜は毎週日曜深夜好評放送中の夏の嵐を大特集します。まずは毎週欠かさずチェックしている人もそうでない人も気になるストーリーをご紹介。夏休みを利用して田舎の祖父の家に泊まりに来た13歳の中学生八坂はじめ。喫茶運ぶね。いらっしゃいませ。はじめはたまたま涼みに入った喫茶店箱舟の従業員嵐に一目惚れをしてしまう。とあるきっかけで嵐がはじめに触れた瞬間、二人の間に雷のような衝撃が走る。なんだ、通じた。ちょっと来て。え、驚くはじめを外に連れ出し、そのまま二人で裏山を駆け抜けると、目の前には現代の日本とは思えない風景が広がっていた。ノスタルジックあふれる喫茶店箱舟を舞台に、少年と女子高生の忘れられない夏休みを描いた物語。手伝ってあげる、貸してみ。今夜はその裏側を語っていただきます。中上さん、今夜もチェックが渋いっすね。まずは皆さんが演じているキャラクターを自分なりに紹介してください。白石さんが演じるのは嵐山小夜子。嵐山小夜子、通称嵐はですね、見た目はすごく綺麗で可愛い、すごく魅力あふれる女学生ですね。でも実は60年前の人なので、はじめちゃんに一目惚れされてしまって、で、そんな一目惚れされたことをいいことに巻き込んで、いいこと悪女みたいになってました、大丈夫ですか。いいことにいいことに巻き込んで、過去へ行ったりとかして、こういろんなことをね繰り出していくわけなんですけど。繰り出す技うん、みゆくん伝わったかな今ので大丈夫かな。まあ、言っといてみゆくん。ちゃんと紹介しといて。もうすっごくわかりましたよ、さすが姉さん。グダグダなんてこと、あ、いや、念のためもう少し詳しく紹介させていただきます。白石さん演じる嵐山小夜子は自分を幽霊だと語り、はじめと手をつなぐことで60年前の過去にタイムトリップできるという不思議な能力を持っているんです。それ以外にもちょっとした隙があるので、そこが男心をくすぐるんですよね。続いては三平さん演じる八坂はじめ。お怪我はありませんか、お嬢さん。はじめちゃんはですね、本当にこう見た目が決してこうかっこいい男の子というわけではないんですけれども、本当に心の底から男気あふれる感じで、これはみゆくんも負けたかなという、ですけど残念残念。ちょっと引き捨てならねえな、自分負けてないっす。若干美しいところがあるから、そこはだから恋愛感情に行く感じがしないよね。あれ気配がないよね。これみゆくんどうしたらモテモテのみゆくんからすると、爽やかなみゆくんからするとどうしたら
良くなると思う。彼がモテるか。そこら辺をちょっと詳しく。おっと、僕の評価急上昇。いつも笑顔を絶やさないことかな。最後は、なずかさんが演じるかや。あなたは読まなかっただろうけど、あの日記には大切なことも書いておいたのよ。大切なことって？今さらバカバカしくて言えないわ。気になる。なくしたあなたが悪いのよ。かやはドイツ人で、まあ今のところドイツっぽいことは一言もでもすごくなんていうんですかね、古風な女性というか、見た目はすごくね、やっぱ見た目はすごく外国人っぽさが、そうだ、ね、綺麗だよね、髪の色とかも、ね、すごくちょっとこう綺麗ながらな感じ、綺麗ながらな目をしていて。それはこっちのセリフよ。ではなずかさん、引き取らせていただきます。あなたのそのもの、なずかさん演じるかやも実は嵐と同じ幽霊。60年前、嵐と同じ女学校に通っていた同級生なんです。お姉様方、こんな説明でどうっすか。この後も夏の嵐の裏トーク続きます。今夜はアニテレモバイルプラスでも好評配信中のアニメ夏の嵐を大特集。続いてはお気に入りのシーン、まずは白石さん。すごく嵐はすごくこうお茶目でチャーミングで、なんか、なんだろうな、だらしがない時とかも結構あるんですけど、怒られてますもんね、よく。そうそう、怒られてる、かやに、あなたはみたいな。だいたいこう挨拶とかがね、だらしないですからね。チャース最初からチースじゃありませんよ。あよーす。二人とも遅いわよ、回転ギリギリじゃないの。げ、かやさん。それに嵐、何ですかその挨拶の仕方は。あなたも淑女ならもう少ししとやかにしなさい。うへーなんて言ってない、言ったよ。うへーは言ったけど今結構ひどかったですよ。ちょっと出てそうでしたよ。ごめん、ちょっとアニメだと頑張った、もうちょっとね、うへーぐらいにした、キラリ動画ね。でもマイクの前の私は、うへーだから。こうなっちゃいます、モザイクでお願いします。まあなんですけど、過去に行くっていうのには信念があって、思いがあって、でもその時にはやっぱりはじめちゃんが初めて見たような表情とか、知らなかった思いとかっていうのがあって、その時のでもはじめちゃんに感謝している気持ちとかっていう、そういうシリアスなシーンが意外と私好きでしたね。またお越しください。あふーん。続いてはこのコスプレシーンについて。本当に似合わないな。まああれは私の中でもなかなかない引き出しをこうやっていながらね。しかもオンエアはちょっと抑え気味にしたけど、テストの時は本当にひどかった。ひどかった。どこのおばちゃんかと。おかまみたいだったよね。だいぶいろいろしたよね。年齢もクッと上がって、そう振り切ってもう行ってしまえっていうか、最初は面白かったけど、一回堀江さんとかも大爆笑してたよ。ちょっと行き過ぎた。行き過ぎた。ちょっとこう修正して。あれはあれで、そう、すごい面白かったんですけど、はじめちゃんがあそこまでうまくできちゃうのがちょっと問題がみたいな。ちょっと。二丁目みたいな。あれ中学生だよね、まだ。二丁目経験済みみたいな雰囲気になっちゃったんで、ちょっと戻しつつ。経験済み。もうちょっと若く、もうちょっと若い女の子。中学校が無理してやってるみたいな。でも楽しんでやってたよね、はじめちゃんもね。そうですね、まあ中の私もいっぱいいっぱいなことはありますけど、なんかこうやっぱりはじめちゃんってそういう意味でいろんな意味で毎回チャレンジな部分がすごく多くて、その、まあ、テンションの上がり下がりもそうなんですけど、その時もやっぱり演じてる私も女の私が男を演じて女を演じるみたいな。複雑だよね。ものすごい複雑で、なんでまあ本当にこう一話一話 の、 その挑戦のはじめちゃんの姿勢も見ていただければなと。毎回大変なんだぞ、みゆくん。やってみたらいいんじゃないかな。そうだね、一回みゆくんのやる女の子どうぞ。ね、私のこと愛してるの愛してないの、さっさと答えてよ。こんなに言ってるのに踏んづけてやる。これは試練だ。自分に打ち勝てという試練と僕は受け取った。モバイルでは未公開トークを無料配信中です。この後もお姉様方の秘密に迫ってしまいます。